なんか心理的に違うんですよ、はい、勝っていっちゃうんですよ広角争いから3位、うんうん、絶対オシムさん好きなパターンだなでそしたらボビーはフェイクニュースやっちゃった。里崎さんのかっこいい話になりましたねさあ続いておつまみ、はい、サワラの最強焼きですよね。お、はい、いただきます。お酒に合う。これガバガバ飲んじゃいますね。美味しすぎる。大丈夫です。もう今日仕事ないんですか。この後ミーティングですね。ああじゃあ大丈夫ですよ。はい。ちょっと滑らかになって。はい。じゃあ続いて、はい、J リーグ1年間シーズンでいうと、はい、まあリーグじゃないですか。はい、あと天皇杯とか、はい、いろいろ J リーグ杯とかあるじゃないですか。ありますね。J リーグで成績が低迷してんのに。はい、J リーグカップとか天皇杯では優勝したりするのあるじゃないですか、はい、あれってなんでリーグの成績がカップ戦とかに反映しなかったりするんですか。分かんないんですよ。分かんないんですよ。全然低迷してんのいきなり天皇杯勝っちゃってますみたいな。いやそれあったんですよ僕も、はい、2011年にリーグもう降格ギリギリ、はいはい、なのに、はい、ナビスコカップ当時ですよ、はいはい、決勝戦まで行っちゃったみたいな、はいはい、やめてもらいたいですよ、ね、何が違うんですかそれ。出てる選手一緒なんですけどね、はい、なんでそれをできないんですか知りたいですけどね、それがなぜできないのか知りたいんですけど、リーグ戦とカップ戦なので、はいはい、こっちトーナメントじゃないですか、はい、でこっちリーグじゃないですか、はい、トーナメントって、はい、負けなければいいんですよ、はい、だからディフェンシブにめっちゃディフェンシブに戦っても、はい、PK 戦とかで勝ち上がったり、はい、なんかで1点取って勝っちゃったりするんですよ。そうするとリーグだってディフェンシブで負けなければ引き分けで勝ち点入るじゃないですか。なんですけどなんか心理的に違うんですよ、はい、だこの1試合負けたら終わりだっていう中でのディフェンシブな戦いと、なんかでやっぱ点を取ってポイントを稼いでいかなきゃいけないですよね、はいはい、あのリーグ戦は、はいはい、3ポイント、はいはい、なのでそういう違いがあるんじゃないかなと思うんですけどね。でも分かんないです本当に同じチームなのに。もうこの決勝戦とかいいから、うん、こっちにちょっとポイント足してくれって思いますもんね本当に。だ野球の場合はそのペナントレースとポストシーズン短期決戦だと、はい、そのエースがすごかったら勝っちゃうんですよね。ああそういうことですね、はい、その1試合に向けてみたいな、うんうん、でもサッカーって違うじゃないですか。違います。そのこの試合はこの選手出れるけど明日はこの選手出れないからとかないじゃないですか。ないですね。でもそんなに変わるみたいな、ちゃんとやろうよみたいなまたちゃんとやってるんですよ。やってるんですか。逆に言うとリーグでは上位にいて、はい、カップ戦負けちゃうとかだったらまた分かるんですよ。まあまあ確かにそうですね、はい、うん、リーグで負けてんのにカップ戦勝っちゃうバーンみたいな、ちゃんとやろうよちゃんとやろうよ確かにでもそうですね、はい、いやちゃんとやりたいんですよ、はい、カップ戦勝たなくていいんですよ、はい、なのになんか勝っちゃうんですよね。なんなんでしょうね。リラックスしてるんですかね。いやもっとじゃあリーグリラックスして本当にでも、あ、まあまあまあ負けたら終わりだしなみたいな、はい、まあ、負けたら終わってリーグに集中しようって言ってるのに勝っていっちゃうんですよでもリーグに集中しようって負けてるんでしょそうそう集中しきれてないですよあとは硬くなっちゃうんですよね、はい、リーグ戦は。なんですか。緊張感って言うんですか。カップ戦緊張しないんですか。しないんですよじゃあもっと緊張しないで戦った方がいいですよいやそうなんですよね、はい、でもやっぱ降格って怖いんですよね、はい、勝てない時期あるじゃないですか、はいはい、野球降格ないですよね、はい、まあ、選手個人の降格あったかもしれないですけど、はいはいはい、本当にもっとリラックスしてやれよって言われるんですけど、リラックスしてやってて負けたら何お前リラックスしてんだって怒られるんですよ。だからお前もっと緊張しろって言われるんですよ。鈴木さんもずっとレッズ一途じゃないですか、はいはい、ってなった時に強い時もあれば弱い時もあるじゃないですか。ありますあります。それは何が違うんですか。まあ、もちろん選手の質は違う。選手の入れ替えがやっぱ大きいですか。大きいですねそれは、うん、やっぱ戦力がやっぱ絶対的にあるのと、うんうん、監督の問題大きいですね、うん、監督大きいですよね。だってフォーメーション変わるんですもんね、はい、フォーメーションも変わりますし、うん、選手の思考が変わります、うん、どこにパスを出すのかっていう選択肢も変わるんですよ。監督で。監督で勝手なことしたらダメなんですか。まあ勝手なことをしてもいい選手もいますけど、基本的にはこういう戦術で戦おうっていうのがあるので、はい、
でも里崎さんもあれですよね、監督の指示があったらそれ通りやりますよね。攻撃の時はやりますけど、守備の時はもうあの向かないです、そっちベンチ向けとか言われないですか、里崎とか言われないですか。はい、言われますけど仕方なんですか。いやだからあの呼んだのに聞こえませんでしたで千葉はベンチからホームが遠いんですよ、距離が。おー、はい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 。だからあの聞こえてないって言っても通用するんですけど、はい、あの東京ドームとか神宮に行くとベンチとホームがすごい近いんで、はいはい、もう聞こえないってありえないんですよ、はい、もうそこにいるんででもその時はもう仕方ないんで、こう振り向いて、ね、なんか言ってくるんで静かに首に横振ってマジですかえ、それは怒られないですか。いやだからもう、いや文句あるんだったら使わなければいい、その代わり負けたらあなたが僕より先に辞めるだけっていう。最後僕伊藤さん、伊藤勤さん監督だったんですよ、はいはい、でその時はその時思ったわけですよ、うん、でもさすがに伊藤さんより俺の方が先辞めるな、うん、じゃあ好きなようにしようって思って、どっちにしてもどうせ好きなようになるじゃないですか今あれと思いましたけどいやでもそうサッカーの場合は監督のなんかこう思考によって全然チームがガラッと変わるんですよ、うん、で同じチームでもあの監督が変わることによって全くあの降格争いから3位とか、うんうん、リーグ戦で3位になったりとかいろいろあるんで、うん、まあ、そういった意味では監督の力は大きいですね。野球大きいですよ。いや今日だって初戦最後だって1対1の勝負ですから。初戦って言わないでくださいよ。最後もうだからその監督はその1対1の勝負に勝ってくれないとやることないんですよ。誰使うかでまず決めるじゃないですか、はい、監督が、はい、でその次はその1対1の勝負に勝ってランナー出るから作戦ができるわけじゃないですか。逆に言うと、あ、まあ、極論ですけど、うん、ノーヒットノーランされちゃうと、うん、監督もやることないんですよ確かに打ってくれってお願いすることしかないですもんね。ないですもん。塁で初めてこうバントさせようかな、盗塁させようかなっていう作戦がやっと始まるんで、逆に塁でないと作戦がないんですよ。監督めっちゃリアクションっすね。はい、そっか。何かが起こらないと逆に何もやることないんで、でもっと言うと監督がポジティブに何もやらないチームが強いです。あ、はいはいはい、要は作戦やらなきゃいけないってことは、うんうん、作戦やらないと点が入んないってことじゃないですか、うん、何もしないけど点が入るチームが一番いいんで、うん、監督が何の仕事もしないチームが一番強いです。作戦を立てなきゃいけない回数が多ければ多いほどそのチームは弱いです。だってそうしないと点が入らないってことじゃないですか。動かないと点が入らないんで、で動くってことはリスクがあるんで。そっか。え、それで言うと誰がすごい監督になるんですか。でもいい監督は選手にとっていい監督2つしかないです条件、うん、自分の言うことをよく聞いて自分を使ってくれる人っす、うん確かにそうですね。ファンの人から取ったら勝つとかあるかもわかんないですけど、うんうん、選手にとっては確かに、はい、出ることすべてですもんね。どんな名称って言われてる人でも僕の言うこと聞いてくれないで僕を使わない人はもうクソですよね。それも社会も一緒じゃないですか、うん、会社でも、うん、ね、自分の言うことをよく聞いてくれてプロジェクトに常に僕を参加させてくれる上司がいい、うんうん、上司ですよ、うん、面白い。逆に言うとサッカーの方が監督に合わせなきゃいけないんで大変やなと思うんです。あ、選手が。いや、そうですそうです、はい、その合うようにはいね、ポジショニングも含めて変えます変えます。誰が一番今までで面倒くさかったですか。面倒くさいそこからいきます。誰が好きでしたかってくるか誰が良かったですかって言われるかもしれないと思って。セルチエチオさんが一番好きなんですよ。なるほどポジティブのいい情報とかそんな求めてないんで。嫌なやつ要求が難しかったのはオシムさんです。あ、オシムさんはもう何考えてるか全く分かんなかった。ウサギでしたっけ、何でしたっけ、あのライオンとかから逃げてる時に肉離れするかって、はい、しないだろうって言ってたじゃないですか、はいはい、僕はあれを真正面から受け止めれないんですよ、はい、多分肉離れしてるやつはいる、その代わり食われる生き残ったやつはしてないかもわかんないけど、うん、多分してるやつは俺はそのウサギとかあのガゼルとかシカとかでもういると思うよと、うん、その代わり食べられちゃうけどねっていうそういうとこですで僕だったら多分言っちゃいます、うん、言っちゃうんですかすごいな、はい、それちょっと、あ、でも里崎さんだったら言うんだろうな。反抗的に言わないですよ、はい、でもそのいいの何個やからコミュニケーションの時あるじゃないですか、はい、その時にいやでもあの話思ったんですけどでも多分すると思うんですよ、その代わり食べられると思いますけどどうですかねってこのなんかこのフランクな時に聞きます。絶対オシムさん好きなパターンだな
面白い。ボビーも何でも言いに行ってたから、うっとしかったと思うんですけど大事にしてくれたんですよ。あ、そのボビーは俺の一番嫌いなやつは俺に反抗するやつじゃない、うん、何も言わないやつやって言ってたんですよ。あ、はい、どう思ってるのか分かんないし、やっぱ言ってくれたらそれはもちろんムカつくもするけども、うん、新しいものが生まれたり理解し合える可能性があるから、うん、何も言わない方が難しいって言ってました。それを結構許容してくれるような雰囲気作りとかしてたんですか？そう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 。日本人の人っていや何でも言いたいことがあったら言ってこい、みんなで変えていこうって言って、はい、はいって張り切って言いに行っちゃうと、おいあいつ球団批判してんぞとかおい首脳陣批判してんぞとかって言い出すんですよ日本人ほぼ久保クリン、はい、言ってこいって言ってんのに、はい、言ってこいって言ってる間に言われたら嫌なんですよね。そうですね。でもアメリカ人は言ってこいって言われると、まあ、そこで激論することもありますけど、うん、結果さえしっかり残してれば起用法が変わることはないですよ。最大の大喧嘩みたいなのあります？監督と。はい、あ、まあ大喧嘩かどうか分かんないですけど、守護神の人がいて、はい、で、あのインコースも行きながらアウトコースに行ったらそれが甘く入って逆転のホームランを打たれちゃったんですよ、はい、でそしたら新聞にあのインコース使わなさすぎやみたいな、うん、って言って書いてたんですよボビーの発言で。お、はいはいはい、でそれ朝見て、はい、ムカついたと思って、うん、そこ球場行って、うん、であの通訳にボビーの話があるから時間作ってくれって言って、うん、新聞持って行って、お、どういうことやねんって言って、うん、これは、うん、俺昨日のチャートほら投げてますけど、うん、それでも足りんって言ったら全球行くぞ、うん、これどういう真意ですかって言って、うん、でそしたらボビーはフェイクニュースやって言って俺はそんなこと一つも言ってないあの私は佐藤全幅の信頼を得てると、うん、でその中でもうまくいくこともあればうまくいかないこともある、うん、それはもう仕方ないこと、うん、でもこれはフェイクニュースでこんなこと言ってないから、うん、だから佐藤が思う通り今日もやってくれていいよあ、そうなんですね、あ、じゃあ大丈夫っす器がボビーさんもすごいですね絶対言ってますよねボビーさん、これがうまかったんですかまあそれか、まあ、ボビーが一番大事にしてるのは試合に勝つことなんで、うん、試合に勝つことの弊害になることは全部排除する。そういうことですね、はい、そこのプロフェッショナルってことですか？そうなんそうなん、勝つことが大事なんで、はいはい、それに向けてどう思っていくだけだから、日本人の人ってこれ僕の思うところですよ、うん、あの神輿を担いでほしいんですよね選手に、うん、だから神輿の上にいる人たちが多いんですよ、うん、でボビーは神輿を一緒に担ぐ人なんですよ、うん、なるほど、すごい監督ですね、はい、めっちゃいい監督。 あとはその立川のホテルで大激論事件っていうのが、はい、だいたい遠征先だとホテルでミーティングしてからバスに乗って本拠地、あの相手のチーム行って練習を始めるんですけど、はい、そのミーティングのところにあのボビーが来たんですよ、はい、僕が言ったことやんないんで。なんでですか？はい、いやいや、言ったことやんないんでって当たり前に言われても僕からするといや何言ってんだろうになるじゃないですか今の。いや、僕の絵っていうのはおかしくないですよね。いや、おかしいですえ、待って、もう一回いいですか？はい、はい、あの僕が言ったことやんないんで、はい、ボビーがね、ボビーが言ったことを僕がやんないんで、はい、でだからそこなんでやらないですか？いや、ここからまだスタートする。あ、ごめんなさいごめんなさい、はい、でやんないんで、はい、そう来たんですよ、はい、で、なんでやんないんやと、うん、ね、でだから外国人投手に外国人選手に高め使えと、うん、高めのストレート使え、なんで使わないんやって、うん、いや使えるもんだったら使いたいよと、うん、でもあのピッチャーっていうのは高めのストレートをちゃんと投げれないし得意でもないんだったら、うん、彼の得意な球でどう抑えるかを考えた方が合理的なんじゃないんですかと、うん、そんなにやらせたいんだったら、うん、それがちゃんとできるように練習させるのが先でしょとできないやつにやらして何の意味があるんですかと、うん、ね、だからそれをそれやらせたいんだったら練習させてくださいって言ったんですよ、はあ、そしたら僕もやらせますよっつって、うんうん、できないことをやらせれませんっつって、うん、でじゃあ他の投手はこの A 選手は B 選手はどうなると、うん、これはできますと、うん、だから使ってるじゃないですかと、うんうん、僕だって全員に使ってないわけじゃないと、うん、できるやつにはやるけどできないやつにはやらない、うん、だからそれだったらそのピッチャーの得意なことで抑える方を考えてやる方が彼にとってもいいんじゃないですか、うん、だからできないって言ったんですよ。でそしたらだからできない、はい、でもう一人のキャッチャーです、うん、じゃあお前はどうなんや、できます、は何のこと、うっとしいな完全にポジション狙ってたからですかで俺ならやらせられるぞと、でスコアラーの人にも、はい、あの佐藤頼むからって言われてたんですよ、来る前に、はいはい、来るから頼むからって、うんうんうん、でそこから激論始まって、うん、あの出発時間が大幅に伸びるっていうそのキャッチャーの方は、
本当に投げさせられるって思ってやった。だからサイン出すのはできるんだよ。それが結果どうなるかは関係ないんですよ。そこまで考えてないってことですね。そう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 、やらすのは僕もできるんですよ、うんうんうん、でもその先を抑えなきゃいけないがあるんで、責任があるわけですよね、はい、そんな不得意なことをわざわざやらして抑えれないんだったら得意なことで抑えれる方が確率上がるんじゃないのみたいな。それはそっちの方が正論に聞こえますね、僕からすると、はい、そうですね。で球場に行ったら、うん、そのあの該当するピッチャーがいきなり寄ってきて、さっさん、なんか僕怒られたんですけど、うん、そのもう一人のやつに、うん、お前がちゃんとやんないから俺らが怒られるやろって言われたんですけど、はい、あどういうことですか、いやここが起きたけどそんな関係ないんやと、うん、なお前は他に武器があるんやと、うん、それで抑えていくのがお前のスタイルやろと、うん、だからそれを俺は考えることやから、うん、別にそんな気にしなくていいんや、うん、俺が言った通りやっとけばいいんや、はいはい、かっこいいなんか里崎さんのかっこいい話になりましたねそうだから悪くないでしょ、そんなに悪くないです、全く悪くないですよ、はい、えだって勝つための最善をやってるわけですもんね、はい、それをやれって言われてもこれはこいつは苦手だから、うん、それだったらそれが克服できるようにまず練習させてくれっていう、それはもう里崎さん監督やった方がいいんじゃないですかそれであの大劇場みたいなで誰がそれ僕の話じゃないんですよ今、あ、はい、話のすり替わりが今来てますよ